皆さんお久しぶりです、うぷ主です。緊急事態宣言も解除され、これから日常を取り戻そうとする日々、皆さんはどうお過ごしでしょうか。さて、先日コミュニティでもお知らせした通り、今月5月6日、チャンネル内すべての動画が収益の停止を受けてしまいました。私はこの件について、大変申し訳ないと思っています。正直収益が止まったことなんかどうでもよいと思いました。それはなぜかというと、家族向けのキャラクターの不適切な使用という一文に、大変自責の念を抱きました。そもそも私はどういう趣旨でこの動画を作っていたかというと、好きな作品を紹介していこう、という感じでした。全然関係ない作品ですが、私はオーバーロードというアニメが好きでした。この作品は、不死者の王が、異世界転生した世界で無双する作品なのですが、原作のウェブ小説、ノベライズされたものを読むと、アニメだけではわからない、非常に細かいところまで設定が作り込まれています。YouTube には、この作品をゆっくりでわかりやすく解説されている方がいらっしゃいました。その投稿者さんは非常に造形深く、作品を楽しめるようとても配慮しておられました。普段アニメしか見ていない私には、非常に興味深く、より作品を楽しむことができました。そこで私は、自分も同じく好きな作品を紹介する動画を作ろうと思い、人より多少造形の深いドラえもんを紹介することにしたのです。最初は全く伸びず、投稿しても動画が伸びない日々が続きました。だがある日、静香ちゃんのお風呂特集がバズり、先週まで数百人だったチャンネルが2万人を超えるものに、私はここで過ちを犯したのです。ドラえもんをもっと知ってもらうために、私が動画作りで思っていたことはただ一つ、面白ければそれでいい。多種多様のパロディ、ドラえもんのイメージとはかけ離れる編集、見ていて飽きない編集にはなったと思います。だけど、これを原作者や小学館が見たらどう思うだろうか、私はその配慮に欠けていました。おそらくいい顔はしないんじゃないかと思います。確かにこの動画を見て、久しぶりにドラえもんを読もうと思ったり、ドラえもんの映画を見た方は少なからずいたでしょう。だけどそれはどんなきっかけでもいいわけじゃない。静香ちゃんの裸で釣ったり、静香ちゃんの裸で釣ったり、静香ちゃんの裸で釣ったりと、確かに原作にも数多くある光景ですが、それを性的な表現に強調し、原作でのお約束を、作品とは異なるイメージにした動画、静香ちゃんに限らず、そういう作品を数多く生み出してしまいました。これは本来ドラえもんという作品が持っている、SF、友情、冒険、恋愛など、子供たちがワクワクして見れて、作品の持つギャグ要素に笑えて、親が安心して見せれる作品、そういう作品として紹介できているのかというと、私の動画にそれは期待できないものになっています。それが今回一番私が自責の念を抱いた点です。本当に申し訳ありませんでした。では、今後のドラチャンネルはどうするのか、それがタイトル通りになります。すべての動画を削除します。ある程度は再編集して再投稿しますが、一部の動画は永久欠番になります。テーマを同じにしていずれ動画にするかもしれませんが、その際は先述した通り、ドラえもんのイメージに沿った動画作りに考慮するものになります。削除する日時はまだ決めていませんが、6月初旬ぐらいから消えていくと思ってください。約3分の1ぐらいの動画を永久欠番の予定です。あと数点、2、3個の作品は残す予定です。それでは長くなってしまいましたが、最後に少しだけ。私のパロディなんかなくても、ドラえもんはもともと楽しい作品です。その作品を、原作や世間のイメージにできるだけ沿い、みんながもっと楽しく知れる動画になっていくよう、これからこのチャンネルでは心がけていきます。それではしばらくの間、このチャンネルの動向を温かく見守っていただければと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。